はようございます。今日は12月の、10日、もう10日来ちゃいましたね。あっという間の、3分の1が今日で終わろうとしてますが、天気はすごい青空でめっちゃいい感じです。まあ、例の靴なんですけど、ご覧の通り完璧に塞がりました。それにしてもこの店の周りの雪の少なさが毎日来るとびっくりするんですけど、昨日も多分夜ちょっと氷残ってたけどまた溶けて、全然普通にスニーカーで歩けるレベルにまた今日も戻りました。固めて、で家に帰って、でまた店に戻ってきたんですけど、まあ、状況的にはめっちゃ固定されてます。多分何の問題もなくこのまましばらくは使えるんじゃないかなっていう気はしますけど、完全に固まるまでは24時間とか48時間って書いてあったんで、まあ、もうこれ以上変わることはないのかなっていう気がしますが、どうですかね。とりあえず、しばらく使ってみて、またもし何か変化があればお伝えしたいと思いますので、とりあえずスポーツ具本当に手軽に修復できて、これは1本持っといたら何かあった時にすごい役立つんじゃないかなと思うので結構おすすめです。特に冬靴とかキャンプとかやる人はテントなんかも使えると思うのでおすすめです。そしてやっぱりあったかいからか、もう雪が溶けてこんな感じです。今日は太陽の日差しも強いので、またさらに一段とここの雪がなくなるんじゃないかなと今ちょっと楽しみ。すいません、ちょっとやっぱり週末は何かとバタバタしてまして、動画の細切れが続いておりますが、今日の天気は晴れかな。ちょっと雲が出てて、昨日の夜は雪が降ったっぽいんですけど、そんなに積もってなくて、なんかこの辺はちょっと裏道になってるんで足元が凍ってたりとか、まあ、ちょっと溶けてたりとか、川が流れてんのかな、ちょっと見てみましょう。川がちょっと流れてたりとか、そんな感じですね。今日は日曜日だからちょっとなんか静かな気もしますけど、そういえば今シーズンはまだ一回も転んでなくて、いろいろこう歩き方気をつけたりとか、なるべくねこう凍ってるところと凍ってないところのこう見極めをしながら歩いてるんですけど、まあやっぱりこういうのも何でしょう、多少慣れもあるのかなっていう気がしてて、移住した最初の年なんかもう転びまくってたんですよね。すぐこうつるんと滑っちゃって、歩き方をこう知らないっていうか、どうしよう、こっちから行こうかな、今日はこっちから行きますか。ほんとね、歩き方知らないっていうか、なんかコツがつかめなくてすごく歩くの怖かったんですけど、やっぱり3年目、っていうかまあ冬はこれで4回目なんですが、ここに来てね、だいぶ歩き方のコツをつかんだのかな。まあ、そういう時が油断してて一番危ない気もするんですけど、まあとりあえず12月いっぱいぐらいは、まあ、転ばずに過ごせればなっていう、まあ、自分的なこう記録更新中なので、まあ、今シーズンもちょっと足元気をつけて、っていうかここなんか一角だけ全然雪がなくてアスファルトになってる、なんだこれ、ロードヒーティングってわけでもなさそうですけど、なんか雪溶けてます。さあ小川公園を軽く横断して、川の様子はこんな感じです。ちょっと流れてますね、雪景色がすごい綺麗。パンダが今日も砂袋を抱えて準備万端です。お、バスが、1台バスが行ってしまった。ちょっと次のには乗りたいですね。次来たバスには乗りたい。あ、行っちゃった。またしてもやばい、バスがまた行ってしまった。ちょっと次
時間大丈夫かな。ちょっと今日は余裕こいて歩いてたらバスが行っちゃいましたね。次あるかな。やばいやばい。なんかここに狐が歩いた跡がこうぐるっと円を描くように狐の足跡らしきものがあります。人かな、人かもしれない。よいしょ。久しぶりに階段を登って、よいしょ、よいしょ。雪がありません。道路にはね全然雪がなくて、車は普通に走れちゃうんですけど、まあ路肩とかちょっとこう生い茂ってるところには雪残ってます。日曜日、あ、大丈夫そうです。23分、あ、 OKOK です。湯気が出てる、もくもくしてます。突然なんかこうつぶつぶの小粒の雪がめっちゃ降ってきて、今道路が一気に真っ白になりました。横断歩道も真っ白になっちゃったんで、ちょっと滑らないように気をつけながら。一晩ですごい雪が積もりました。すごいねこれ、なんかシマエナガみたい。お、すごい、パラ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 みたいな。すごいすごいすごい、綺麗綺麗。今日は12月の12月曜日、天気は良くなったけど雪がすごいです。こっちから行く、こっちから行ってちょっとぐるっと回ってこようか。うわー、車が埋もれてる、真っ白真っ白。ここもすごい、うわー、もこもこやね。昨日の夜から雪が降り続いて、朝は多分20センチ、もしかしたらそれ以上雪が積もりました。でもこれ結構あれじゃないかな、大雪な方だよね、うん、そんなにこうパラパラって感じじゃなくて、割とドカ雪が初めて、今シーズン初めて札幌に降った感じで、本当に朝から景色も変わったし歩き心地も大幅に変わりました。キツネとかいたらすぐわかるかも、白いから。あ、川凍ってる。あ、こんだけ積もったね。何センチぐらいあるんだろう、手のひらよりも積もってるから30センチ、25センチぐらいかな。雪の中の川一部凍ってます。ほらほら、こっちはなんか誰も歩いてないから道がない。妙にいい天気だけどね。朝はあの曇ってて雪降ってたんですけど、本当に青空でいい天気になりました。この公園の誰かが歩いたところを、うん？あ、これね、めっちゃ綺麗だね。カメラ持ってくればよかったな。 iPhone があれば十分か。雪吹雪、雪吹雪、それただの吹雪や。なんだろうね、なんて言うんだろう。雪の花
花だったね。ねえ、これはこれはなかなか愛知だと見れない景色だから、愛知県民じゃなくて愛知出身の人間としてはちょっと楽しんでます。また落ちてきた。なんかあれみたいじゃない、キノコのさ、なんかこういうキノコあるよ、ね、なんだったっけ、えのきじゃなくてえのき、えのきみたい。なんかこういうのもいかにもいかにも北海道らしい鳥の鳴き声と冬景色を今日はお届けしようかな。鳥が鳴いてます。どこにいるんだろうね、鳥の姿が見えないけど、上から雪が落ちてくる。鳥はどこにいるんだ。なんかあの辺で鳴き声がする気がするけど、なんか桜も綺麗だけど、こうやってね白色の雪がついてるのもちょっと雰囲気が違っていいね。雪が、おお、でっかい塊が。いて、うん、びっくりした。雪の塊が落ちてきた。うわあ、綺麗やね。すごい太陽と雪がちょうどこの逆光な感じがいいね。こういう景色をただただただ景色を記録するっていうのもなんかいいかも。新たなクリエイティブを少し見つけちゃったかもしれんな。おー、俺はねいつも多分さ動画撮るときに喋りすぎなんだよね。だからこの景色の良さが俺の喋りで半減しとるかもしれん。すごい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 。ほらこれもさ余計なこと言うじゃん俺が。半減したよ。おおお、落ちてきた。積もってるね。帽子に結構雪が積もってます。あの木から雪が落ちるのがちょっと迫力があるみたいです。もうでもこれ4回目の冬だからね。4回目の冬だよ。来た時が真冬に来たから4年目の冬が訪れようとしてます。どうですか4年目の冬は。毎回でもね違う発見がある。あ、これすげえシュールな、すごいシュールなところを発見しました。え、ああ、ちょっと右と左に行くと違う。ああ、本当だ本当だ。ああ、そういうことね。あ、それね、多分俺の身長だとあんまり見えなかったわ。そうなんだ。うん、雪深いね。え、電飾じゃないよね。違うでしょ。自然の自然のイルミネーションです。ね、確かにね。本当1年目2年目とかさ違うよね。同じ景色を見てる感じはするけど捉え方が感じ方が違うね、うんうん、心にまず1年目は余裕がなかったから、うん、
そういう意味で冬を必死に生きただけっていう、とにかく生きなきゃみたいな、死なないように毎日暮らすっていうのが1年目で、2年目3年目でちょっとずつ息に慣れて、もう4年目はなんだろうね、散歩する余裕が、本当だね、ちょっと公園まで散歩する余裕が今年は出てきました。まあそんな感じでまたブラブラしたいと思います。おお、雪の塊が、わ、ここすごい、もっこもこ、これ落ちてきたらすごいね。